アイリン・ローレン・ドートリシュ、皇太子妃候補としてクロード皇太子との婚約を命じる。これから先もどんな困難だってきっとバキバキに踏みつぶして進んでみせる。いざ男装学園生活よ。実は少々困ったことに。それは聖と魔と乙女のレガリア2の舞台。聖剣の乙女の手に落ちた魔王など我々は認めない。私も行きます。ダメだ、狙われているのは君だ。何か嫌な予感がしますわね。バッドエンドに逆戻り。僕はアイリ・カールア、転校生だ。生徒会は小さな国生だ。転校生という他国の人間に介入を許すバカがどこにいる。アイリーンを抱き枕にする方法はないだろうか。我が主は疲れると色ぼけるんですね。友達の婚約者が怪しげなパイプにはまってしまって。もしかして魔法。学園祭で降る血の雨に後悔しろ。まさか私がやったって言うの？時間がない。魔物を逃がしたな。何者だ？君を失うくらいなら世界を滅ぼしても構わない。この学園にはアヒルの生徒がいるのか？私に構うな。もしも魔法で魔物に覚醒して巨大な竜になってしまったら、この国自体も危ないだろうな。お前は何者だ？さあ魔物よ、姿を現しなさい。こうなったらもう手段を選んでいられないわね。悪役令嬢なのでラスボスを勝ってみました。もし守っていただけない場合、婚約破棄も考えますので。